おはようございます。久能です。またアマゾンでね、買っちゃいました。コーヒー豆を映す動画を見たらかなり暗かったんで、照明、安いライトを買ってみました。コラボの動画の時はこのライトで照らしてたんですけども、明るいんですけどもあまり綺麗に光らないっていうか、 LED のライトを買ったんで、ちょっとそれを開けたいと思います。よいしょ、なくなっちゃいます。感じ見るのちょっと暗いですよね。かなり小さいです、小さいです、かなり。あと比較用にフィギュアの回転台、トレーサー人形、光ありとなしでちょっと回転させてみたいと思います。これですね、こんな小さいんだ。これでかなり、いや、そんなにか。フィギュアの回転台、ちょっと電気つけてみようか。そんなに明るくならないな、この回転台。こちらのトレーサー人形を回転させてみたいと思います。こちらのライトなんですけども、明るさが3段階、弱、中、強ありまして、ここでハサミをどこにでも設置できるようになってます。360度自由自在に動くようになってます。電池式じゃなくて、挿してこうケーブルをで USB で充電するっぽいですね。だいたい4時間でフル充電、この強のモードでだいたい2時間ぐらい使えるそうです。レビューしとかないとね。ライトのレビューでした。こちらの回転台、電池を入れるとこあるんですけども、この辺が太陽電池、もう回ってますね、勝手に。見えますかね。電源のオンオフもなくて勝手にぐるぐる回ってます。入んないですよ。入れました。引こうか。こういうことですね。トレーサーは形変えようか、形を変えようと思います。やっぱりトレーサーいろんな感じにできますけど、やっぱりこれかな。顔は笑ってるよね。これかな、取れるから取って、銃がつきました。あと足かな、足取れた。これをこういう感じかな。こっちの手が後ろに、まあいっか。これを回転させたいと思います。
応全部撮り終わりました。撮ってる最中も多分全然写りが違ったんで、この程度のライトがあるなしでもやっぱりそうですね、かなり違ってきますね。もうこんなしょぼいんじゃなくて、もうちょっと明るいやつ、まあそうですね、まだテスト的な感じなんで、 YouTube そういうライトも欲しいなと思います。スチームコンのためにも買ったんですよね。来週あたりスチームコンのデビューをちょっと頑張るために。それでは長々とご視聴ありがとうございました。